今回は前回に引き続き膨大生の生活をご紹介しますまず昼食です、えー、食堂に全学生分の昼食が用意されているので上級生が来る前に1学年が急いで配膳します、えー、食器の架けを確認し、えー、ご飯のいいところを盛り、えー、テーブルにドレッシングを揃えお茶を用意し上級生が来て座るまで立って待機しています えー、このドレッシングですが、えーと、全テーブルに不足なく行き渡る数は用意されていないので、えー、他の1学年との奪い合いが発生します、えー。授業が終わると全員で食堂にダッシュで駆け込み、えー、必要以上のドレッシングを抱えて自分たちのテーブルに確保する人や、えー、ドレッシングをテーブルの下に隠す人、あとはこのドレッシング嫌いだから買いてこいと言われて、えー、珍しいドレッシングを求めて右往左をする人などが、えー、と食堂で見られます。 えー、食事中は、えー、面白い話で迎えに座る上級生を楽しませなければならず、えー、話すネタが少ない学生は苦労します。えー、私はちなみに、えっ、ー、と、ダイオーグソクムシの話とかホラー映画の話をして厳重注意を受けたことがあります。 午後も授業は続きますが、週に1コマ訓練という科目が入ります。逆に言えば、普段この科目の時間以外で自衛隊のような訓練をすることはないです。それに訓練とは言っても座学が多いですね。防大生は幹部自衛官候補なので、体より頭を使う訓練が多いのが特徴です。授業が終われば交友会の時間です。交友会については後の記事で詳しく書きますが、これはいわゆる部活動だと思ってくださって構いません。 学生は全員運動部に所属する義務があります。ちなみに吹奏楽部は運動部扱いとなっています。交友会の時間が終われば夕飯の時間です。こちらは比較的時間に余裕があることが多いので、しっかり食べることができます。なお、膨大な食事はあまり評判が良くありません。私は特に不満を感じたことはないんですが。えー、その後は自習時間となります、えー。休憩を挟んで2時間ほど静かに本を読んだり、授業の課題をやったりします。 文化部はこういう会時間の時に活動できないため、この時間に活動しています。1学年にとっては貴重な自由時間ですが、この間報告書の作成など、この時間に進めることが多いため、のんびりしてはいられません。夜の日赤天候が終了し、10時半になると消灯ラッパが鳴ります。この時間以降に勉強している学生、上級生をよく見ますが、1学年は疲れて、 まあ、だいたいベッドに入って寝るか、まあ、日中できなかった Twitter とかインスタとか、まあ、ゲームとかをしたりしています。えなお、部屋にあ誕生日の学生がいると、この時間にこっそり起きていて誕生日パーティーをやることもあります。現在はちょっと取り締まりが厳しくなってやりづらくなっているようです。え以上が防大生1学年の一般的な1日のサイクルですえ。次回は先ほども言及した交友会について詳しく述べていこうと思います。えこの動画を気に入っていただけたら、 チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。